はい、ということで今日もですね、ロシアのウクライナ侵攻、これに関するニュースですけれども、今日はですね、その中でも何やりたいかっていうと、これですね、今フィンランドとスウェーデンが NATO に加盟する、そういった話出てるじゃないですか。で、これさらにですね、フィンランドが NATO に加盟するんだったらですね、ロシアがもう核兵器をですね、近くに配備するぞってね、そういったことを言ってますよね。まあそういったニュースになってますよね。今日はね、これに関してです。で、今日はですね、もうちょっとこれ具体的に何やるかっていうと、まずですね、この件について西側ではどう報じているのか、そしてその後にですね、その原文、これはね、どう言ってるのか。この原文って言うと何かっていうと、もともとですね、これ発端っていうと、ロシアの元大統領のメドベージェフ、これがですね、テレグラムっていう SNS で発信したんですよ。その情報が元になって、こういったニュースになってるんですよ。だからですね、ロシアがですね、核兵器を配備するぞっていうね、そういったニュースになってると。このね、原文を紹介していきます。で、その後にですね、これ、実はこれね、配備する、配備しないとかって話してるけれども、実はこれ、点々点っていう話をしていきます。あとですね、他にもね、この件に関して、ロシアのメディアではどんなことを言ってるのかっていうね、そういったのもちょっと紹介していこうと思います。簡単ですけれども。はい、ってことでじゃあ始めます。これですね、まず今日はですね、最初にこれ、ちょっと前提知識なんですけれども、これ、まずこれ見てください、これ。これです、これ。これが今日のですね、ちょっと前提知識になるんですけれども、これなんか赤いところありますよね。で、この地図のですね、左側の赤いところ、これなんて書いてありますか、これ。これですね、カリーニングラードって書いてあるんですよ、これ。この場所の名前です、この場所の名前。で、このね、左側の赤い場所、飛んでますよね、飛び地っていうかね。で、逆にこう右側なんて書いてありますか、赤いところ。ロシア、モスクワとか書いてありますよね。だから要はこれ、この地図の赤いところ、これはロシアの領土になるんですよ。だからこれ分かりましたね、これね。このロシアの領土って言って実はこれ飛んでいて、まあ、飛び地って言うんですけれども、このね、カリーニングラード、ここもロシアの領地なんですよ。で、これが、こう、ポーランドとリトアニアとかに挟まれた場所がありますよね。ここに、こう、ロシアの場所があると。で、今日はあるですね、こう核兵器を配備するぞとかって話ですけれども、これ全部ですね、このカリーニングラード、このね、赤い飛び地、ここに核兵器を配備する、配備しないってね、そういった話です。まあそういったね、カリーニングラードってここだよっていうね、そういった前提知識です。これだけなんですけれども。じゃあですね、このカリーニングラード、これ頭に入れてもらった上で話をちょっと始めていきたいと思います。はい、ということでですね、まず初めに紹介したいのが、これ、西側の報道です。まあ皆さんが見ただろうニュースですね。ちょっと読んでいきますね。2008年から10年に大統領、現在は安全保障会議の副議長を務めるメドベージェフ氏は、だからね、僕らからするとですね、メドベージェフ元ロシア大統領ですよね。で、この人がメッセージアプリのテレグラムへの投稿で、もしフィンランドやスウェーデンが加盟すれば、NATO 加盟国と接するロシア国境の長さは2倍以上になり、我々は必然的に国境を強化せざるを得なくなると記した。ということで、これ見てください、これ。これ地図です、またこれ。これ見ての通り、これ、バルト三国っていうのはですね、すでに NATO に入ってるんですよね。で、ただですよ、これが今回、このですね、フィンランドが NATO に加わると、まあ見ての通りですけれども、確かにこれですね、NATO とロシアの面している国境っていうのは、一気にこう、2倍以上になってしまいますよね。で、ロシアとしてはですね、国境をね、軍事強化する必要が出てくる。そういうふうに言ってるわけですよ。で、続けて、こうあります。この場合、バルト地域の非核化に関する協議は、もはや不可能になる。均衡回復しなければならないと述べて、同地域への核兵器配備もやむを得ないとの考えを示唆したと。で、メドベージェフではないんですけれども、こっちに聞いてみると、軍事強化に核配備が含まれる可能性について質問を受けた、ドミトリー・ペスコフ大統領報道官は回答を避け、で、ウラジミル・プーチン大統領が開く別の会議で協議されるだろうと述べるにとどまった。っていうことで、まあね、責任取りたくないんでね、まあ、プーチンから聞いてくれっていうね。で、続けて、フィンランドは今週、NATO への加盟申請について数週間以内に決定すると表明。スウェーデンも加盟の是非を議論している。ということで、西側でですね、こういったニュースが出ていると。こういったニュースの出し方をしていると。でもこれですね、フィンランドすごいですよね、これ。なんかこう、フィンランドが言ってるのはこれですね。もうこういったね、NATO を加盟するかどうかっていうのを決めるのに、数ヶ月はかけないって言ってるんですよ。もうね、数週間で決めることになると思ってね、そういうのきっぱり言ってるんですよね。だからこういうのを見てもちょっとね、やっぱりこれ、なんか国民性が違うんでしょうね、これ。日本がね、もし同じ状況だったらですね、日本だったらこれ多分ね、こう10年ぐらいかけてもね、決まってないかもしれないですね、これ。結論出てないっていうかね。あとですね、これフィンランドっていうと、これ、さらにですね、ちょっと付け加えていって、これ、加盟申請するっていうことになったら、なったらですよ、これね。これがですね、通常だったらですね、他の国の手続きとかもね、伴ってくるんで、結構これ、加盟するってことを決めてから、だから加盟申請をしてからですね、これ、
加盟が OK になるとしても、これ1年ぐらいとかかかって加盟完了ってことになるらしいんですよ。でもね、もし今回ね、フィンランドが加盟するってことになったら、今回ですね、正式に加盟するまでに早くね、加盟完了するってことになるように、そういった方法をね、探すとまで言ってるんですよね。だから結構すごいですよね。もうここまで言ってるんですからね、これ加盟申請とかしそうですよね、なんかね、する感じがね、ありますよね。まずこういったことをですね、フィンランドのトップが言ってみて、で、まあフィンランドの自国のね、世論の反応とか見て、まあ決めるんでしょうけれどもね。あまりこれだからね、こういった発言をした後にですね、あまりこうフィンランドの国内で反対がひどすぎると、まあやめるんでしょうけれどもね。そういったのを見てるところだと思います。はい。ということで、ここまでがですね、西側の報道だとこれ、フィンランドが加盟だと、ロシアが核を配備すると言ってるとね、そういった報道が出てると。で、ここからですね、これ、こういった報道の出所っていうと、これ、発言主はもともとね、これね、メドベージェフ元大統領がこう、テレグラムに投稿した、そこからこういったニュースになってるんですけれども、じゃあこれですね、ここからですね、原文、もともとはどういった文章がテレグラムに投稿されたのか、これですね、紹介しておこうと思います。でですね、これ、まず最初にちょっと突っ込んでおきたいのが、このね、メドベージェフ元大統領がした投稿なんですけれども、これ、タイトルついてるんですけれども、そのタイトルがちょっと突っ込みたいんですよね。今回っていうとこね、ロシアがカリーニングラードにですね、核配備をするかもしれないって伝えられてる、その元記事、元の投稿のタイトルがなんとこれですね、こういったタイトルです。もしかしたら、今年の夏には世界はもっと安全になってるかもしれません。こういったタイトルの投稿だったんですよ、もともとが。すごいですよね。これがね、さっき紹介したような内容になってるっていうね。これね、多分ね、メドベージェフ大統領がロシア人向けに投稿してると思うんですけれども、ちょっとね、原文読んできます。スウェーデンとフィンランドは NATO への加盟を残酷なほど真剣に議論している。アライアンスは文字通り袖の下として最短時間で最小限の手続きで彼らを迎え入れる準備はできているのだ。アメリカは今、北欧の代表を歓迎する気持ちを文字通り各新聞社から発信しているのだ。ビクビクしながらもノックしていただければ中に入れてあげます。そしてその意味するところは、ハテナ。ロシアの公式な対戦相手が増えるということです。って言ってますね。でもね、なんかちょっと興味深いというか面白いですよね、これ。やっぱ、ロシアの立場として発信してるっていうのがね、わかりますよね。で、続けて、では、どう対応すればいいのか、答えは明確です。冷静に考えて、感情を出さないことです。まあ、この辺ちょっとロシア人らしいなと思いますよね。こう、ロシア人ってこう、笑わないって言うじゃないですか。あれね、こう、なんかロシアではこう、よく笑う奴はですね、バカだと思われるってね、そういうのがあるらしいんですよね。だからこう、あんまりこう、顔にですね、感情をね、多く出さない方がちょっと頭がいいっていうかね、そういった文化なんですよね。まあ、若い人たちはね、だいぶ違うみたいですけれどもね、そういったのがあるんですけれども。で、続けて、NATO に何カ国が加盟しているか、30カ国か32カ国かは、私たち一般にとって、それほど重要なことではありません。2つ減っても、2つ増えても、その重要性と人口を考えれば、大差はないのです。まあ、人口とか特にそうですよね。まあ、北欧とかって人口少ないですからね。1000万人とかそういった国が多いですからね。で、ただね、そうは言ってもこうあるんですよね。もう一つは、もしスウェーデンとフィンランドが NATO に加盟すれば、NATO 同盟とロシアの陸上国境線の長さは2倍以上になることである。当然この国境は強化されなければならない。陸上部隊と防空部隊の編成を本格的に強化し、そしてさらにフィンランド湾に相当数の海軍部隊を配備すべきである。で、こっからが問題のことなんですよね、問題のこと。これが、バルト海沿岸地域の非核化の問題はありえない。だからですね、これね、非核化問題だから、だからね、あの飛び地のカリーニングラードには核を配備しないって取り決めをするかしないかってことですからね。で、今日までロシアはそのような措置を取っておらず、取るつもりもない。まあだからですね、核兵器を置いてもないし、置くつもりもないって言ってるんですよね。しかし、もし強制されたら、そうだな。注意しろ。それは我々の考えではない。と、昔の有名な映画の主人公が言ったようにね。これもですね、強制されたらってありましたけれども、まあだからね、これ、フィンランドが NATO に加盟したら、イコールってね、強制って意味かなと思うんですけれども。だからですね、こうロシアとしてはこう、ウクライナと同じロジックっていうかね、ロシアはやるしかないって意味になるっていうね。だからそれを強制って言ってるんでしょうね。だから、フィンランドが NATO に加盟すると、ロシアはもうするしかないから、なんか、強制されたら核兵器を置くって言ってるんでしょうね。で、続けてこうあります。そしてもう一つ、ウクライナでの特別作戦がなければ、これらの国々の NATO 加盟国問題は全く生じず、ロシアにとっては楽な状況だったという推論には意味がないのだ。まず、彼らを同盟に引きずり込もうとする試みは以前からあった。そして第二に、最も重要なことですが、これらの国々とはウクライナのような領土問題はありません。
まあだからあれですよ、ここで言ってるものっていうのはこれ、自分たちがウクライナを攻めたからフィンランドが加盟するってことになったっていうね、そういったことではないというふうに否定していますね。まあ否定できてない感じがしますけれどもね、文章からはね。で、ここからちょっと少し面白いんですけれども、こうあります。NATO 加盟の必要性について、スウェーデンとフィンランドの世論はほぼ真っ二つに割れている。しかも、それは自国の宣伝マンが精一杯の努力をした上でのことである。まあ、だからですね、何が言いたいかっていうと、こうあれですよね、こう、スウェーデンやフィンランド、そして西側がですね、たくさんプロパガンダを流していても、それでもですね、国民の半分は反対している。半分の同意も取れないんだぞってね、言ってるんですね、これ。で、こうあります。まともな人は、物価や税金の値上げ、国境線の緊張の高まり、イスカンダルや極超音速ミサイル、核武装した船が文字通り自分の家から手の届くところにあることなど望んではいない。結局、北の隣人の心が勝つことを期待したいって言ってますね。まあ、大体こんな感じです、これ。原文って言うとこんな感じです。最後ですね、これ。フィンランドとスウェーデンの世論が反対することを望むって言って終わってますよね、これね。まあこれですね。西側で言われてることっていうと、報道されてることっていうと、まあ、そんなにこれと違いがなかったですよね。まあ、全部見るとね、ちょっとより興味深いところありましたけれどもね。で、あとですね、まあ、こういったね、西側と今ですね、ロシアのね、メドベージェフ大統領、原文ですけど、これ両方紹介したんですけれども、これとは別にですね、ちょっとね、僕はこの件に関してですね、ちょっと気になる報道ってのがあったんですよ。これちょっと紹介します、これ。まずこれですね、今出てる報道っていうのは、今紹介した通りなんですけれども、だからこれですね、ロシア、飛び地への核配備、示唆、っていう感じのね、そういったね、ニュース出てるわけですよ。ただこれがですね、ちょっと紹介したいのが、中東のメディアのですね、アラブニュース。これをちょっと紹介したんですけれども、これね、何が気になったかっていうと、この件についてですけどもね、こういった記述があったんですよ。これ、一部読んできますね。これがですね、リトアニアのアルビダス・アナサウスカス国防相は、ロシアは戦前からカリーニングラードに核兵器を配備していたと述べた。BNS によると、アナサウスカス国防省は、核兵器は常にカリーニングラードに配備されていた。で、中略されて、国際社会、この地域の国々は、このことを十分に認識している。彼らはそれを脅威として利用する。と述べたという。ってあるんですよ。だからね、あれって感じしますね、これ。あれっていう。なんか、今日の話ではこれですね。核兵器をですね、カリーニングラードに配備してしまうかもっていうね。ロシアは核兵器ですよ。カリーニングラードに置いてしまうかもしれないってね、そういった話だったわけですけれども、まあこれ、西側の話でもそうだったし、まあロシア自身もそういうふうに言ってますよね。なんか、そんなことしてないし、そんなこと考えたこともないってね、ロシアもそういうふうに言ってましたよね。でもね、今のですね、リトアニアの国防省の話だと、これね、すでに核兵器はですね、カリーニングラードに置いてあって、もうずっと前からあるし、そしてこれね、周辺の国々ってのはね、もう十分そういったことを認識してるしってね、そういうふうに言ってるんですよ、これ。だからね、ちょっと、結構これ笑っちゃいました。っつって笑っちゃいましたよ、これね。だからこれね、どうなんでしょうね。で、これに関してちょっとね、まあ、こういった補足というか、こういった記述もあって、これもちょっと読んできますね。これが、ロシアは2018年にカリーニングラードにイスカンダルミサイルを配備したと発表した。まあ、これね、まずこれ2018年とか2016年から絶対配備されてるんですけれどもね。で、このですね、イスカンダルミサイルっていうのはこうあります。NATO から SS-26 ストーンと呼称されていたイスカンダルは通常弾頭と核弾頭の両方を搭載可能な短距離戦術弾道ミサイルシステムである。だからこのですね、カリーニングラードに置いてあるイスカンダルっていうね、ミサイルシステムですけれども、ミサイルの弾道を核にすればね、もうすぐ核ミサイルになるだけっていうね、そういったものらしいんですけれども。で、もうリタリアの国防省からすると、もうそれ、核弾頭にしてるでしょってこと言ってるんですからね、これね。まあ、核配備されてるでしょってね、前からされてるって言ってますからね、これね。ちょっとね、まあ、笑ったというかビビったって話ですね、これね。で、あとですね、これに関してこれもちょっと紹介したいんですけれども、これね、このイスカンダルのこれ、射程距離の話です。このね、イスカンダルのミサイルの射程距離っていうのはこれ、500km ね、500km って言われてるんですけれども、で、これがですね、カリーニングラードからだと、これ、500km だと、ベルリンに届くんですよ。ドイツのベルリンに届くと。これがね、逆にこれね、ベラルーシからだとこんな感じでこれ、700km で届かないって言うんですよ。ベルリンには届かないとね。でもこれがカリーニングラードにあるですね、イスカンダルを核弾頭に変えてしまえばこれね、全然ドイツまで届いてしまうと。でもこれですね、逆にですね、ポーランドなんかこれですね、もうベラルーシからで余裕で届いてしまうってことなんですよね。だからね、これポーランドを攻撃されるって話よく聞きますよね。僕のチャンネルでよく紹介してますけれどもね。でもドイツだとこれね、カリーニングラードに置かないと届かないってことなんですよね。だからこれですね、カリーニングラードにね、これ、核弾頭を置くかどうかっていうのはかなり重要なポイントってことなんですよね。ただこれね、リトアニアからすると、もう置いてるでしょって言われてるっていうね、まあすごい話なんですけれどもね。
で、あとですね、ここからですね、ちょっとロシアメディアの報道を見ていこうと思います。もちろんこれですね、今回ね、フィンランドが NATO に加盟するかもしれないってことについてですけれども、ロシアメディアではね、どんなことを報じているのかですけれども、で、これはですね、主にですね、ロシアのザハロワ外務省報道官がした発言、これがね、多くね、ニュースになってました。これ紹介していきます。だからこのね、ロシアの外務省報道官のザハロワさん、この人はどんなことを言ってるかっていうと、こういうのあります。これがですね、スウェーデンとフィンランドがすることは国防や外交政策の決定において事実上主権の一部を放棄することを意味する。スウェーデンとフィンランドがこの計画を進めても何も得られない。逆にね、ロシアからこういうことを言われるってことは何かを得れるって感じがしますよね。逆にね、続けます。他に何言ってるかっていうと、 NATO 加盟はスウェーデンとフィンランドの国際的な威信の確立に役立つとは思えない。 NATO への加盟を主張する北欧の政治家たちは国民の利益ではなく、むしろアメリカの利益に奉仕している。あとですね、ちょっと面白かったのが、こういったですね、フィンランドが NATO を加盟するかもしれないっていう、そういったね、発言ですけれども、これはですね、今のところ、ロシアが言うには、プロパガンダとかね、挑発の息を出ないってね、そういったのもありましたね。これもちょっと面白いですよね。はい。ということで、今日はこんなところです。あとちょっとね、おまけの話なんですけれどもね、今日ちょっとフィンランドの話じゃないですか。それで、前も一度ちょっと話したことあるんですけれども、何話すかっていうと、もう聞かなくていいですよ。聞かなくておまけなんで。何かっていうと、これですね、僕がですね、フィンランドで地雷を踏んだって話です。まあこれもちろんね、本当の地雷、物理的な地雷踏んでるわけじゃないんですけれども、どういったことがあったかっていうと、僕はですね、フィンランドに、まあオーロラを見に行ったんですね、オーロラ。で、その時ね、泊まってる宿の人とちょっと話をしてる時に、フィンランドのね、宿の人、フィンランド人ですよ。なんかね、僕は思ったのが、なんか、フィンランド語って、ちょっとロシア語に似てるなってちょっと感じちゃったんですよ。なんか、発音とかね、似てるなって感じ、僕はしたんですよ。みんながどう思うかわかんないですけど。それで、話してる時にですね、フィンランド人の宿主ですよね。その人話してる時に、あ、なんか、フィンランド語って、ちょっとロシア語に似てるねって言ったんですよ。僕は普通にね、何も考えずにちょっと言ったんですよ。そしたらですね、みるみるですね、みるみるそのフィンランド人の人の顔が硬直してですね、そんなわけない、そんなことはないっつって、似てるわけがないってなっちゃったんですよ。で、僕はですね、ああなんか、やってはいけないことをね、言ってはいけないことを言ってしまったんだなっつって、で、その話をですね、ちょっとね、ルーマニアに行った時に、なんかね、ルーマニアでですね、僕の友達なんですけれども、ルーマニアで雑誌の編集をしてるね、僕の友達に話したんですよ。で、その人ってのは、まあね、こう、大学院で歴史なんかをね、ヨーロッパの歴史なんかを学んで、それで今雑誌の編集してる人なんですけれども、だから歴史に詳しいじゃないですか。っていうかね、まあ、そんなにね、歴史に詳しくなくても、僕はね、ちょっとバカなことをやってたんですよ。で、その人に笑われて、それは当たり前でしょって言って、フィンランドって言ったらこれね、特にロシアを嫌いな国なんだから。そして、さらにですね、続けて言われたのが、ヨーロッパにロシアを好きな国、好きな人なんていないんだから、つってね、そういう風に言われちゃったんですよ、僕。なんかね、僕ちょっとね、びっくりしたっていうか、まあ確かにね、これ、僕もね、その時の僕です。その時の僕、歴史とかも全然知らなかったですけれども、確かにもちろんね、東側、西側ぐらいのことは知ってるわけですよ。だから、ロシアがね、あんまり好かれてないぐらいのことは分かってたわけですよ。ただね、なんか、そう言われてね、なんか、ヨーロッパ人から、まあその人はルーマニア人でしたけれども、その人からね、なんか、ヨーロッパにね、ロシア人を好きな人なんていないんだったからね、それぐらい言われちゃったんですよ。それちょっとびっくりしたっていうかね、あんまりね、特に考えたこともなかったんで、それまでね。だからですね、まあそういったことがあって、そこからですね、ちょっとね、なんか新しい国に行くときは、ちょっと軽くですけれども、その国の歴史をね、ざっくり調べてから行くようになりましたね。だから、フィンランドとね、こう、ロシアっていうと、昔からすごい血みどろの戦争を何回もしてるんですよね。だからですね、そんなフィンランドでフィンランド人に向かってですね、なんか、フィンランド語は、なんかロシア語に似てるねとかで言った僕っていうのは、もうね、地雷を踏みまくってるんですよ。それは怒られて当たり前っていうかね、まあ、そんなことがあったんですよね。あ、ちなみにこれですね、ロシアがね、ヨーロッパで嫌われてるって話ですけれども、なんかね、イギリス人にもちょっと似たような表現されましたね。そんなのみんなね、ヨーロッパ人はね、ロシア人嫌いに決まってんだろうっつってね。なんか、ああ、もうだから、僕もね、西側と東側違うぐらい分かってましたけど、あ、そこまで嫌われてるんだなっつってね、ちょっと思っちゃいましたね。まあですね、少なくともね、そういったことを言われた覚えがあります。はい。ということで、今日はこんなところでございます。